このダイジェスト0はダイジェスト1、2をご覧いただくための準備映像です。ゲストの皆さん、そしてダイジェスト1の話題となる松本雄一さんのアンケートアートをご紹介します。ご覧いただく前に、そもそも教えて、ムキンコさん。今日のゲソウソっていうタイトルもなんかいわゆる現代音楽って言っちゃうとやっぱりみんな構えちゃうなっていうのが一つあって、まあかといって原音っていうとちょっとなんかなっていう、つまり原音のんの字をわざわざソと読み間違えたと。というわけで、回の冒頭で歌われた呪いの歌からどうぞ。本日は日本のゲソウソ2000から2011ということで、アルテスパブリッシングさんから、出版された、サントリー音楽財団創立40周年記念の冊子、これですね、サントリー芸術財団さん発行のこの冊子が刊行されたことを記念に、あのワカサギも一応編集協力というのをさせていただきまして、あの一応奥付けにワカサギと入れていただいているんですけれど、地震の前後にいろんな作曲家の方に連絡を取って、あの写真ください、写真くださいって、ね、いろんな、そうです、ね、あの放射能で忙しい作曲家の方とか、あのすごくそういう方にもずっとすごい頑張って連絡を取って、あのやっとこれができたっていう、はい、もうこれの初演のメンバー教えてくださいっていうのも放射能で忙しいんです。皆さん、ツイッターで放射能のことをね、あの言ってらっしゃるのに、まあ、写真をくれないみたいな、あのどうしてかなみたいなこともあったんですけど、無事刊行されて、あのよかったなと思っています。はい、まあ、それで、まあ、今日の本日のゲストの方を、はい、この本人の中には、まあ、4人の今やときめく評論家の方というか、まあ、白石美幸さん、長崎陽子さん、片山守秀さん、沼野雄二さんが4人の、評論家の方が、まあ、座談会をやっているのですが、今日は本日はその中で、まあ、片山さんと沼野さんをお迎えして、はい、片山守秀さん、音楽評論家、慶応大学准教授、著書に音盤光源学、音盤博物史などがあり、受賞歴も多数。沼野雄二さん、音楽学者、東邦学園大学准教授、著書にリゲティ、ベリオ、ブーレーズ、
前衛の終焉と現代音楽の未来などがあり、大学では自転車部顧問も務める。まあ、この本自体が出た時もいろんなリアクションがありましたし、まあ、この本に書かれなかったことも語っていただく、そうそうそう、そういう感じで、はい、どうなるかわからないですけど、楽しんでいただければと、ね、あとは、はい、若手作曲家というか、はい、まあ、作り手の立場からということで、はい、松本雄一さんをお迎えして。松本雄一さん、茨城大学工学部電気電子工学科卒業、会社員を経て岩松を卒業、代表作アンケートアートで竹光徹作曲賞第1位になるなど受賞歴多数。はい、とツイッター音楽とアンケートアートをやっていただきます。はい、まあ、そんなような構成ですね。すいません、なんか変な歌を聞いていただきまして、これはもう関係ないですよ、日本の作曲となので、じゃあこれから本編に入ります。まず座談会の前に音楽を聴いていただこうと思いまして、松本雄一さんの、アンケートアートお願いしたいと思います。それではアンケートアート編集版をご覧ください。ご存じない方はもちろん、ご存じの方も改めて。皆さんこんばんは。これからアンケートアートを始めるね。その前にアンケートアートの説明をするよ。アンケートアートっていうのはね、いろんな人からアンケートを集めて、その結果のテキストをもとにメロディーを作り出すの。文章中の品詞によって音程が決まって、品詞ごとの言葉の長さがリズムになる。アンケートアートって、人々の生の意見から音楽を作り出す文章の構造に基づいた音楽なんだ。よくわからないって？じゃあ、アンケートアートの解説ビデオを見てみようよ。こんにちは、アンケートアートです。これからアンケートアートの音楽を作る仕組みについて説明します。まずはこちらをお聞きください。青少年のためのアンケートアートの入門です。聞いてみたいアンケートはあるかな？女性について。
うございました。おしまい。現代の一生懸命やる人に賞をあげないで広島長崎の原爆投下についてどう思いますか、はいはい、1回だけ聞くと面白いけど2回3回4回と繰り返されるとすぐ退屈してしまう。でも日本の作曲家の誰が今重要なのか、富山一光さんとか吉田秀香さんとか、まあその神々の時代みたいなのがあって、あ、音楽批評なんていうのは少なくともいらないというかね、何が新しいんだかもなんだか分かんなくなっちゃってでもどんどんめちゃくちゃ